なんてことだ。ああ、穏やかそうな顔をしてめちゃくちゃ怒っている。ちょっと待って、あ、待ち、ここムーランドサーチ。どうも。え、全力の私と勝負したいって？なら8番道路のトレーナー全員に勝ってからまたおいで。お、この人は何をくれるんやろ。あ、かわいいね、なんか格好が。8番道路、海が見える喜び。こっちにもなんかおる。あ、あれ消えた。今の足音でですか。ポケリフレしてる？ポケリフレでポケモンにあげるポケモン豆ってね。ポケリゾートで拾うことができるからね。ポケリゾートとは一体どこだろうか。あー、さっきみたいな、プクプクってなっとるのがあったらいいわけやね。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。ここは一体何やろ。降りんといかんのか。よいしょ。おー、そういう開き方。なにここ。美容室？やあ、トレーナーさん、図鑑をお持ちのようですね。我々エーテル財団のアルバイトをしてみませんか？なになにそれ、してみたい、してみたい。私たちエーテル財団はポケモンの保護が仕事。そのためにポケモンのことをよく知る必要があります。今は8番道路に住んでいるヌイコグマを調査しているのです。財団でもすでにデータを採取しているのですが、図鑑に記される情報もぜひとも欲しいところなのです。というわけで、ここからアルバイト内容になります。8番道路のヌイコグマを図鑑に登録し、データを見せてください。ギャラもお支払いしますので、どうかお願いいたします。なるほど、いいね、いいね、アルバイト。いやあ、話しかけられた。私たちエーテル財団です。スカルダンのような悪い人に襲われたポケモンたちの保護やケアをしています。宿の尻尾ももう元通り生えてきたけど、ポケモンは家族のような存在。ひどいことするのは許せないよね。宿の尻尾って高く売れるんやったっけ。スカルダンめ、宿の尻尾が美味しいからって引っこ抜くなんて無茶苦茶だよ。まあでも自然に生えてくるって言うからね。まあ確かに食べてみたいっていう気持ちは。何？そこのあなた。誰？怪しげだな。いやしっけ、私はアクロマという科学者です。研究テーマはポケモンの潜在能力は何によって引き出されるか。ポケモンの力を引き出すのはトレーナーとのつながり、絆。私はそう考えています。そう、あなたのように Z リングを通じて結ばれるトレーナーとポケモンに興味をそられますね。そういえば、あなたの名前を聞いていませんでしたね。まあなんか一方的に喋られてるからね。アユナさんですか。その名前も覚えておきます。では、出会いを記念して、ワザマシンをプレゼントします。マジでありがとう。アユナはワザマシン43、ニトロチャージを手に入れた。何あれ？ずっとなんか何？腕かいてるの？そんなにかゆいの？ニトロチャージを使いこなせば次なる試練。シェードジャングルの主ともいい勝負ができるでしょう。なるほど、何タイプだ？ジェットパワー。私の求めるものか、メガリングをもしのぐのか。メガリングって何？ポケリゾートなるポケモンのための無人島もあるようですからね。アローラは面白い。しばらく滞在するとしましょう。なんかデータを打ち込みよるところかな、あれ。それではアイラさん、またいつかお会いしましょう。髪の毛どうなっとんやろ、あれ。めっちゃ気になるね。あーから三つ目の試練。いざ、シェードジャングルろと。その前にちょっとね、ヌイコグマっていうやつがいるらしくって、8番道路やけん、ここやろ。とりあえず捕まえとこうと思う。名前的に絶対可愛いやろ。お久々のヤングース。あれ？こっちか。何この穴？穴じゃなかった、岩か。何もなかったし、しかも。ほい、ここに。大きな真珠。なんか確実に高く売れそうな感じやな。ん？あ、飛び降りれた。なるほど、こっから降りれるんやね。あ、ほらほらほら。釣り竿を。釣れないなぁ。え、釣れないの？何かがいるからああやってなってるんじゃないの？何回でもやってやるよ。私はそんなに運がないんだろうか。何か連れてくれ。お、来た。何何？え、真珠？真珠がバシャバシャしてたの今。なんかわからんけど真珠ゲットしたよ。やった。
きっと高値で売れるよう大きな真珠もゲットしたし、お、来た。なんか思った感じとは違ったけど、なんやろ、可愛いんかな。よくわからぬ、なんか間抜けに見えるんだけど、じゃあとりあえずポケモンでカビゴン、さあ捕まえるぞ。なんかどういう、うん、可愛いんかな、わからねえ。すごく複雑だ。とりあえずカビゴン手加減。お、我慢、うわー、怒りを溜めてるよ。今の表情は可愛かった。カビゴン頑張って、手加減、よし。あー、助けを呼ばれる、来なくていいよ。あー、来たし、そっちはのしかかりでやっつけちゃって、ほら、そっちの方がレベルも低いし、のしかかり。あー、我慢が解かれてよ。どれぐらいの威力くる？結構来たな、マジか、マジか、カビゴンをやっつける威力が。ちょっと待ってね、おしゃまり、とりあえずおしゃまり出ておいで。もうあと右側は捕まえるだけやけんさ、あと左側をやっつけてくれればそれで。バブル光線、いけ、おしゃまり、どう、いける、おっしゃ、オッケー。さあ、その右側の子を捕まえるんだ。まあ、捕まえるのは私やけど。延々と呼ばれそうな予感が。クソ、来た。でももうあれなんだよ、カビゴンがいらっしゃらないから、右側の子は置いておくしかないんだよな。とりあえず左側の子をバンバンやっつけて、右側の子を捕まえたいから、よし、オッケーオッケー、早くボールを、お、よし、いけるいける、スーパーボール、さあ捕まってくれ、ぬいこぐま、こいこいこい、私のギャラが私のギャラがかかってるの、おし、やった、ぬいこぐまを捕まえたぞ、イエーイ、よし、これで、お、ボスがレベル22、不意打ち、不意打ちはどんな感じ？こっちが先にできるってことかな。相手より先に攻撃できる。相手が出す技が攻撃技でないと失敗する。なるほど。ナイトヘッドは確か、寝よるやつにしか効かんやつよね。あ、違うんか。恨み、舌で舐める、怪しい光。舌で舐める威力結構低いよね。じゃあこれで。まあ、麻痺をさせるっていうのはあるけど。ほい、不意打ち覚えた。よし、いいぞいいぞ。どんどん強い技に。あ、進化するんや、この子。へぇ。進化系の方が可愛いパターンかな、もしかして。なんか、大きいぬいぐるみに変わったりせん？ぬいこぐま、ジタバタポケモン。懐いた相手や仲間以外に触られると、ものすごい力で暴れるので、非常に危険。マジか。そうなんや。よし、じゃあ、これを見せに行こう。エーテル財団の方々、捕まえたよ、ぬいこぐま。はい、どうぞ。ぬいこぐまを捕獲されたのですね。図鑑を見せていただけますか？どうぞどうぞ。なるほど。財団の調査では見えないぬいこぐまの生態が。さすがポケモン図鑑。ありがとうございました。こちらはギャラになります。お、アイナ5000円もらった。いいねいいね、ありがとう。協力ありがとうございます。これでぬいこぐまのことがより理解できることでしょう。いえいえ、頑張ってね、お姉さん。よし。ということで、またちょっとムーランド。いけー。あ。トレーナーだね、お姉さん。ちょっと気づけよ。気づけって、ちょっと。やっと。負けてばかりで自分探しの旅してます。そこをぐるぐる回っても自分探しの旅にはならないよ。
バックパッカーの小春が勝負を仕掛けてきた。おいし、行くよ。お、イーブイや。何にも進化させてないんやねん。よし、行け、月光が。さあ、ここで水手裏剣だ。怠けるなぁ。この島はあれよね、4人のキャプテンがおるって言ったよね。ってことは、次が3人目。そう、まだまだだな。まだ今やっと半分なんよね、2人。おし、行け、水手裏剣。バシバシバシ。よし、いいぞ。イェーイ、2回当たった。で、ここの、8番道路のトレーナーを全員やっつけたら多分あの人と戦闘になるんよね。負けた理由は考えるけど、悩むのはやめた。それがいいよ。反省はするけど後悔はしないみたいなやつ。負けて悩んでいても明日は来るもんね。そうそう。それに怒ったこと、高いところから低いところを攻めれば竹を切り刻くごとし。切り刻くって何？切り刻むじゃなくて。ホープトレーナーの立ち合いが勝負を仕掛けてきた。よし、来いよ。何のポケモン？お、甘火事。私も持ってるよ、甘火事。なんか変な名前ついてるけど。おいし。あ、炎タイプおらんねよね。まあ、ツバメ返しあるけん、いっか。あ、水タイプだ、こっち。水タイプだ、こっち。言うこと聞いて。月光が言うこと聞かないと君もう体力が危ないよ。ほら、次で言うことを。ああ、ダメだわ。てか、エーテルガイラの人たちは何、回復はしてくれないの？ねえ、なんか治療しよったけど、私のポケモンの治療もしてくれてよろしいんだけど。あ、チュリネじゃねえわ。ここは誰で行けばいいんだ？ピッチュー違うな。おしゃまり。いや、水タイプだし。くそ、ゴースで行くよ。いっけー、ゴース。さあ、ここで。怪しい光。ひらーん。よし、混乱したね。自分への攻撃。よし、そして。不意打ち。あ、でもこれ、PP5 しかないやん。てか、あれやね。ゴース、後ろから見たら、目思いっきりはみ出しとんやね。まあ、前から見てもはみ出しとる風ではあるけど。ナイトヘッドで行くか。ナイトヘッド。これって今までさ、眠っとる相手にしか効かんくなかった？気のせいかな？楽しげに話してんじゃねえよ、おい。さあ、ナイトヘッドだ、ナイトヘッド。いけい。オッケー。お、チュリネがレベル21。ガンガン上がってくね。ケララッパか。ってことは、ピチューで行くよ。おいで、ピチュー。いけい。よし。さあ、ということで、電気ショーク。あー、電気 Z が欲しい。全部の技の Z があるんかな、これ。あ、めっちゃ混乱しとるし。自分への攻撃、あー、ダメ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 。やべえやべえやべえ。結構なダメージやぞ、自分に。自分には手加減しろよ。まあ、混乱しとるけん無理やろうけど。やばいやばいやばい、ピチューやばいよ。ピチューやばいよ。あ、でも向こう静電気で。麻痺したな。あー、お願い。よっしゃー、電気ショック。効果抜群でもあんな感じなんよね。よし、ここはちょっとポケモンおしゃまりに入れ替えて。ピチュー下がって。いけよ、おしゃまり。任せたよ。さあ、ここは、もう Z 技でいこう、Z 技で。Z パワー。
細病、水 Z。 おしゃまりは Z パワーを体にまとった。全力の Z 技、スーパーアクアトルネード。これさ、タイプごとよりさ、ポケモンごととか技ごとに変わればいいのね、この見た目。まあ、大変なんかもしれんけど。よし、いいぞ。お、ピチューがレベル25。高いところの位置エネルギーを使いこなせなかったんだよな。ダメやん。高いところの位置エネルギー。あっちにもなんかお得な掲示板が立っとんよね。気になる。え、こっから話せんのかい。何、そっちからは話しかけれるのにこっちからは話しかけれんしような、ちょっとずるくない？お得な掲示板。ポケモンの技も物理と特殊の2つに分類されます。ポケモンの攻撃が高いと物理技が強くなります。おう、お、あそこになんか木の実が落ちてると。これは拾う、拾うべし、拾うべし。木の実を手に入れた。よし、ここには木の実がたくさんあるということかな。お、オレンの実もあった。何の音？何かしら。お、あれ遠くなった？どこが近くなるのか全然わからんよね、これ。まあいいや、とりあえずトレーナーさん。トレーナー発見。これよりアタック開始します。発見っていうか私の方が発見したんだけどね。ホープトレーナーにニコルが勝負を仕掛けてきた。え、ニコルんやん。こんなところに。お、ミルタンク。おー、いいね、いいね。かわいいね。ミルタンクはノーマル系やったっけ。よし、ちょっとここで。おしゃまりおいで。もう一個の方の Z 技使ってみよっか。多分、同じやとは思うんやけど。威力が弱くなるだけかな。それともなんか変わるんかな。一応ね、試してみんとわからんから。あ、違う、バブル光線じゃない、バブル光線にしてしまった。なんてことだ。あー、穏やかそうな顔をしてめちゃくちゃ怒っている。あ、もうやっつけてしまう。もういいや、バブル光線にやっつけてしまえ。あと一発でいけるやろ、バブル光線。おーし、いいぞいいぞ。ごめんね、我慢を吐きとの、うん、我慢を解放するまでこっちが我慢できなかったよ。おーし、おしゃまりがレベル33。往復ビンタ、往復ビンタ。他に何かしら。チャームボイスは何やった。あ、そっか、威力40。必ず命中なんよね。威力15いらねえ。あ、はたくがあるやん。ってことは、はたくと、はたくを忘れさせよう。あ、でもこれ威力40なんよね。まあ、いっか。何回も使えるもんね。うんうん。よし、オッケー。玉砕。すがすがしく敗北。にしてはすごい悔しそうな顔しとるけど。おーし。あ、まだここにいたわ。もう全員かと思ったのに。研究研究、ポケモン研究いたします。頑張って。応援するよ。すげえ嫌みげな顔だな。研究員の文高が勝負を仕掛けてきた。てか向こう側にアイテムが落ちとった気がするけん、ちょっと拾いに行きたいんだけど。あ、アーケンね、アーケン、あれだ、ポケモン探検隊不思議のダンジョンか。不思議のダンジョンではお世話になりました。アーケンさん。ねえ、だいぶお世話になったよ。なんか聞いたことある名前やなと思ったけど。実際にこういう本編のポケモンでは初めて見たけど。よし、行くぞ。ここで Z パワーだ。で、こっちを使ってみたいの。上の方がキラキラ輝いとるけど。おー、回避率が。
いけい。変わらんのかな。どうやろ。Z パワーを体にまとった。全力の Z 技。スーパーアクアトルネード。あ、変わらねえな。変わってないね。変わってないわ。ただただ威力が低いだけか。まあ、それでも、一発だけどな。あれ、アーケンって、飛行タイプじゃないの？効果抜群なんや。何、岩か炎かやったんかな、もしかして。おー、縦トップスいいね。そのまんま、そのまんま。よし、行くぞ。アクアジェット。多分、今の威力が低いっていう方が、アクアジェットの、アクアジェットの Z 技ってことやったんかな。じわじわ来るな。お、反動でとどめ刺されるとか。ダメじゃん、縦トップス。研究結果発表。この人のポケモン強いです。ありがとう。私今研究されてたのね。あ、そうそう、さらなる研究テーマ、強いポケモンに勝つにはです。まあそこが大事よね。で、ほら、あそこに、あれ、こっちからか。そう、結構長いこと草むらを歩かないといけないのね。お、ケララッパ。あんなに苦労して進化させたのに野生のケララッパが出てくるとか。切ない。はい、これでハイパーボールゲット。オッケー。じゃあちょっと一旦リザードンで、もしかしたらこの先もうちょっとかもしれんけど。あ、ここポケモンセンターあるやん。この道路ポケモンセンターあるっぽい。あー。じゃあちょっととりあえずポケモンセンターを目指していこうと思うよ。順調順調チュリね。よし、脱出。そして、あ、あそこや。あそこにポケモンセンター。この辺にもおるかな、トレーナー。8番道路のやつを全員やっつけんといかんけんさ。はい、お預けします。なんか左側にスターミーおらんかった。かわいい、かわいいとか言いながら全然、あ、スターミーやね。オッケーオッケー。お姉さんのスターミー。ブッ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 。そんな鳴き声なの。シェードジャングルだもの、草タイプのポケモンが多いわ。草タイプに相性がいいのは炎や飛行、虫タイプなので。そうかそうか、虫も効くのね、草には。ロイヤルマスクとマキシマム仮面、戦ったら勝つのはどっちかな。マキシマム仮面って誰？また新たなキャラが。ポケリゾートって知ってる？ポケモンをパソコンのボックスに預けていればすごく面白いよ。いろんな島があってポケモン目を取ったりするんだ。何それ。シェードジャングルにはキュアワーというポケモンがおる。魔王の試練をこなしたらじっくりポケモンを探すといいよ。そうしてみます。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。